国民に雨が心配された12月3日土曜日だったんですが、今優しい日の光がピッチの緑を照らしてくれています。よくよくこれまでのサドンデスの歴史を変更に戻ると雨ばかりが続いていた、しかもただの雨だけじゃなくて土砂降りの天気が続いていた、そのように表現されることがあります。雨が続いたからこそ、土砂降りの天気からこそ、すぐに道が現れたと思います。そして今のこの優しい日の光もありがたく感じることだと思います。長い年月の果てにたどり着いたのが11万。さあ、いよいよサランコスのネクストステージが始まろうとしています。サランコス以下は会長に一言お伝えしたいと思います。ぜひ皆さん、この選手の一人一人の変わった名前をぜひ、皆さんの心からしっかりと認めて、新たな舞台に来年発表しましょう。来年もよろしくお願いします。それでは、このサガンダスの勝利1年目として、この自分の舞台に上げていただきました、高橋社長に最後の言葉をいただきたいと思います。長い間サガン鳥栖に関わってきた全ての人に改めてお礼の言葉を言います。ありがとうございました。今日ここで戦った、この1年戦った監督、スタッフ、選手に最高の拍手をまたお願いいたします。本当に早い1年でした。誰しもが J1 に上がることを信じていなかった。しかし最高の今年プレゼントをサガン鳥栖というチーム、サガンドリームズの会社は鳥栖市、佐賀県の皆さんに贈れたと確信しております。最初、最も少ない予算での生き残りをかけた戦いに、再度、選手たち、監督、サガン鳥栖は全力を尽くして、来年は絶対落ちない、そして将来はサガン鳥栖から日の丸をした選手を、そして、もっと偉大な ACL 通りできるチームに